お疲れ様です。現場からバチスティータデカがお送りしております。ですね、現在が、3月26日7時59分です。ですね、マイクロベイトは岸際にピチピチとたまにいらっしゃるんですけど、あっちの方はですね、ちょっと残念ながら今のところ確認はできないですね。ちょっと風がめちゃくちゃ強いんですよね、風が。なのでちょっとどのぐらい、まあ10分15分もしくはやっても30分ぐらい、ちょっとねバチが流れてこないかチェックをしてみてようと思います。はい、ちょっとね釣れたら、もしくはバチが見つけられたら、この後もご報告させていただこうと思います。とりあえず8時40分50分あたりの時刻ではバチは1匹も流れてきておりません。旧江戸川浦安橋より下流エリアです。ちょっと下流エリアです。はい、一旦失礼いたします。バチ捨てたらいかがでした。失礼します。はい、お疲れ様です。26日8時16分、20分ぐらいちょっとね、ライト照らしながら釣りしたんですけども、この爆風と雨で、大雨でちょっとねルアーもうまく操作できないし、ちょっと危ないので、危ないってことはないんですけど、ちょっと、バチも流れてこないんで、流れてくればねまた話は変わるんですけど、アングラさんも0名なのでずっとこう照らしてたんですが、一匹も流れてきません。マイクロがチラチラとたまにいるぐらいでした。はい、ということでこれで撤退したいと思います。はい、すいません。また大雨の大風の中のバチ抜けチェックでしたけど残念でした。ちょっとでも参考になれば幸いです。失礼いたします。はい、皆さんどうもおはようございます。ではないです、失礼しました。もうこんにちはですね、もう少ししたらこんばんはになりそうな勢いな旧江戸川です。時刻の方は3月26日、4時57分になりました。26ですね。はい、では見ていきましょう。アングラさんは火災側にはちょっと確認できる範囲ではいらっしゃらないか、角に、あ、1名、この一番第1、第4の H のところに1人いらっしゃいますね。で、浦安側は宮城川より下流100メートルぐらいところに1名いらっしゃって、あとはいらっしゃらないです。ということで、船の出船時間にちょっとね、かぶってるようではありますが、状況を見ていこうと思います。雨はパラパラと降っていて、風は思ったよりもなくて、2メーターぐらいから3メーターぐらいですね。はい、濁り方はこんな感じで濁っております。ホワイトグリーンって感じです。はい、濁り好きな方にはいいんじゃないでしょうか。チニングとかね、あの地主の方にもね好まれる水色なんじゃないかなと思います。土茶濁りとかでは全然ないです。はい、では水温を見ていきます。これが本当に重要で、下がっててほしくないね。この濁り入ってて、あ、やべ、おお、引っかかった。この濁りがいい感じに入ってて、水温保ってくれてればいいけど、どうだ。お、 10.5 度ぐらい、 10.4 か5、まあ 10.5、 そうですね、大負けで 10.5 度です。シャルダスとガボッツと迷ったんですけど、まだ潮位が高いんで、この岩の際をねガボッツでトゥル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 トロ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 ボンみたいな感じを意識して際を通していこうと思います。はい、ちょっとドラッグ強いので岩から引き離しやすいように。ですね、雨が思ったより降ってきましたが、ちょっと乱岸して行こうかなと思います。まあ夜はちょっとできなそうなので、今日はねちょっと用事があって、母のねちょっと介護みたいなものがあるので、介護って言ったらあれか、傷をね洗ったり消毒したりするんですよ。よし、では、網をセットして、バボって90のなんかあれですね、このなんだプレゼントのやつですかね、いくら以上買ったらなんかもらえるとか、そういうゴールドのやつです。はい、これでやっていきます。お願いします。タックルは、スプリンガーの 88ml です。で、リールがステラ C3000MHG ですね。1個前のやつですね、ステラは。
すんごい釣れそうですけどね。雰囲気めちゃくちゃいいですけどね。風もないし、風がなくてやりにくいかなと思ったんですけどね、今日一日。なんとか耐えてくれてます。でももう右エルアが流され始めてるから、6時ぐらいの満潮かなと思ったんですけど、もうちょっと早めに満潮を迎えて流れ始めてる感じですね。引き波出るぐらいのトロトロで、みんな困ってるやつとかのイメージなんですが、雨ですけどね、まあ昼間の方が降ってたかもしれないですね。夕間詰めの今の方がちょっと降ってるかもしれない。これは浦安側にいる1名の方も、下流側にいる1名の方も、まあシーバスマンの方とは限らないので、ね、濁りが入ってるからチルの方かもしれないし、そこはちょっとわからないんですけど、もうなんか咲き始めてますね。なんかあと2時間ぐらいいたら待ち抜けてきそうですけどね。5時だから6時、いやいや6時、1時間半ぐらいで抜けるかもしれないですけどね。そこまではいられないかな。ライトを持ってきてないし、なんか思ったより、あの朝のテレビでは帰宅時間頃になんかもう大荒れになるような感じだったんですけど、予報ではね、全然そんなことないですね。だからね、今日もニンニクを食べたので、ラーメンニンニク、お腹の状態が心配なんで、あんまり H は H でも遠くの H までは行きたくない、正直なところ。帰りに時間がかかるのは嫌だ。帰りっていうか、あのお腹痛くなった時に帰るのがね、ちょっと遠いのきついですね。そういうピンチの中でやっております。まあ、ちょっとこれと、あとなんだ、アイアンマービーと、まあ、ちっちゃいワームだとか、あとあれですね、シャルダス、普通のシャルダスと、あとあれバクリスピン、それをちょっとチェンジしながらね、攻めていって、帰ろうかなと。あ、あれ、リップラッピング、あ、解除してない、解除してない、解除した、してない、ダメだ、解除してない、ダメだ、戻ってない。これは何も珍しい。何か投げて、水中にパワーってやつ登る。OK、登った。よくパワーって言いますけどね、あの僕、表現が悪いですけど、その先にこうティップラッピングしちゃってるのを、ビヨンビヨンビヨンってやってる時に、こうフリーにして、パワーってやると、その抜けてくれるってイメージですね、その先の絡みが。出そうだけどね。これはね、あのこれ釣りしたら視聴者の方がね、視聴者というか見てくださってた方がくださったんですよ、ガボッツ。ありがたいことに。はい、ということでですね、ちょっと気温が意外と暑いですね。もっと寒いかと思ったんですけど、頑張っていこうかなと思います。10分ぐらいやって、帰りたいと思います。はい、すいません、今日の夜バチ抜け方に間に合えばいいんですけども、ちょっとね、どうなるかわからないんですが、はい、雨のキュエド側でした。マイクロベイトもあまり確認できないような状態ですね。はい、ではまた明日もよろしくお願いします。とにかくいいのは10度を超えてくれているということと、濁りがちょっと入ったっていうことがプラス条件かなと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。失礼します。